よし、ロードバイクス速くなるためのトレーニング、鉄棒で体幹鍛えていきます。いっちゃいまーショータイム。ホーリーシット、ウーフ、勢い余って鉄棒から放り出されちゃいました。どこここ、イタリア、イタリアの景色だねこれね。え、マジで、トゥールルルルル、え、電話、トゥールルルルル、え、ボスからの電話、どこ狙ってる、トゥールルルル、トゥールルルル、トゥールルル、トゥールルル、ボス、ボスの電話だ、どこだ、あった、ガチャリピー、あ、もしもし、荒木高めです。え、ええ、今イタリア地中海に多分いると思うんですけど、え、なんですって、底辺 YouTuber チャレ好きが TK4 を引き連れてこっちにやってきている。いやいや勘弁してください、僕今サイクリング楽しんでる最中です。これからトリッシュとデートなんで、アリーベデルチです。アラキタカメン、 Hey guys, we have a gift for you. Oops, Ed Shohei? Smoker? Wow, great. Yeah. My name is アラキタカメン。 Yes, アラキタカメンです。今日は BB ベースに乗って立山へやってきました。これから暴走ライドを楽しんでこようと思います。それではサイクリング早速行っちゃいましょう。タイム BB ベース、バイバイ。改めまして、こんにちは。荒北仮面とチームアリーベデルチです。立山駅を出発して、これから第一の目的地、野島崎灯台行ってこようと思います。野島崎灯台ではね、江戸翔平さんのおすすめの、ご当地海鮮グルメも食べれるんで、ワクワクマンドリルです。それじゃあ、立山スタートして行っちゃいまーショータイム。うー、素敵な景色、立山ほんと素敵ね。ちょっと南国を彷彿させるね、この駅の、ね、作り、沖縄みたいです。もう沖縄に来た気分、いいんじゃない。 Yeah、 車いません。スタートから2キロちょっとでいきなり激坂の洗礼です。この坂結構きつい、楽しい、イエー。お、江戸さん張り切ってます、すごいダンシング、えらいバイク振ってます、なかなかやるじゃない江戸翔平、イエイイエイイエイ。前半からそんなに飛ばしちゃって大丈夫ですか江戸翔平さん、イエー。いつも後半戦バテバテマンドリルです。今日はね、パワーマネージメント、スタミナマネージメントをよろしくマンドリルです江戸翔平さん。86号線を南下してこれから山岳ステージです。おう、菜の花、ビューティフォー、イエー、春を感じます。気持ちいい、天気もねもっと良くなるかな。ちょっと今薄曇りな感じだけど、天気回復したら、もっと楽しいサイクリングになるんじゃないでしょうか。青い海、青い空、潮の香り、そして美味しい美味しい海鮮料理、もう楽しみマンドリルです。まだ山岳コースクリアもしてないのに、ポタリングのことばっかり考えちゃってます、やばいんじゃない。いや、おギリギリサバイバー、いや危なかった、田舎道怖い、狭い、グレート。立山かな、立山から今86号線入って、野島崎向かっています。いや、でここからも上りが始まって、もう少し、まあ、ジャンプとか大型来るとちょっと危険なんで、ゆっくりマイペースで走っていこうと思います。いや、交通量多い、千葉田舎道だけど交通量多い、86号線これから宇治間崎灯台目指します。おお、勾配がきつくなった、
お、河津桜、河津桜、いいね。お、トンネル、トンネル、いや、ライトオン、ライトオン。ライトオン。トンネル気をつけて。路肩は水が溜まってます。了解。水溜まってます。わ、真ん中も溜まってます。ちょっと危険です。びしょびしょ。ちょっと怖い。わ、全然。アイウェア。アイウェア、やばい。暗い。ゆっくり丁寧に走ります。イエー。気持ちいい。手彫りのトンネル、手彫りのトンネルかな。表面ザラザラ、表面ザラザラ、いや。1個目のトンネル、これ何、名前わかんない。後で調べときます。あー、見えなかった。大石掘ってる字だったから見えなかった。削れてました。ダウンヒル、しばらくダウンヒルです。緩やかなダウンヒル、yeah. ご褒美、ご褒美、yes. ゆるやかなダウンヒル、ご褒美。工事現場、お疲れ様です。千葉県南房総は昨年の台風15号、19号により、とっても、深刻な被害を受けました。そんなわけでね、先ほどもありましたが、道路工事だったり電線の工事、今もなお、続いております。お、道を譲ってくれてディモルトグラッツェです、お待たせいたしました。そして、工事現場で働く皆さん、祝日なのに工事現場で働く皆さん、お疲れ様です。ありがとうございます。狭い狭い。ライト、ライトオン、ライトオン、ライトオン、オッケー。南房総市、白浜町、トンネルの名前は、読めない。カミナ隧道、いえ。涼しい、涼しい、イエー、ワオ、
イエイエイエイ。おお、野島崎灯台かな、わかんない。ちょっと待ちましょう。これが頂上ですね。ちょっと待ちましょう。ちょうどここ頂上。前日ブルベで200キロ走っていた、この前を走る青空さん、さすがに疲労困憊、ちょっとね昼クライムきつかったみたいです。だけどね、ギネちゃんがサポートして、荒北仮面と江戸さんのもとへ、連れてきてくれました。荒北仮面とチームアリーベデルチは総北魂を持っています。あれ、荒北仮面箱根学園なんじゃない、やばいんじゃない、イエー。 T 字路は2段階右折ですね。2段階右折しないと危ないです。 OK OK OK。 2段階右折大事、絶対 Yes、ね、自動車のように普通に右折しては NG マンドルです。 OK、 ブルーシグナル行きましょう。野島崎灯台まではもう少しです。この先に確かコンビニエンスストアありました。ちょっとね水分補給、トイレ休憩しましょう。イエス。あ、どうでも。ご当地デザインコークを飲んで汗だく荒北仮面クールダウン完了です。ゆー、見てくださいこの景色、野島崎ベイサイドライン、いやー、いやー、とってもいい天気、日差しが眩しい、気持ちあったかい。まだ2月なのにもういやポカポカ、小春日和です。イエス、サイクリング日和、今回の BB ベース、とっても満喫してます。荒北仮面、もう最高に、最高にエクスタシーです。イエーイ。ピンクのマンション、シャレオツ。いや、もう景色もいいです。素晴らしい。本当、イタリア地中海みたいな景色です。いいんじゃない、イエーイ。ここに、きっとジョルノ・ジョバーナと、パッシオーネのメンバーいるんじゃないでしょうか、イエー。そんなわけで、今回はね、両国駅から BB ベースへ乗って、館山駅へやってきた荒北仮面とチームアリーベデルチ、そして、館山駅から86号線、山岳コースを走って、この野島崎灯台到着しました。次回のね動画ではこの野島崎灯台の、美しい景色と、絶品海鮮料理、皆さんにご紹介したいと思います。今日の動画楽しんでもらえたかな、もし楽しんでもらえたなら、高評価チャンネル登録よろしく、マンドリルです。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。貴様らみたいな貧脚庶民サイクリストにも良きサイクリングライフ訪れることを願っています。アリーベデルチ荒北仮面はクールに去ります。バイバーイ。